いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日は陸特集2つ目、次はですねネクロマンサー行ってみたいというふうに思います。前回はねディガーが使いやすい配置というところに、スポットを当てて、動画を出させてもらいましたんで、まだねご覧になってない方がいらっしゃったらぜひそちらも見てもらえたらというふうに思うんですけども、今回のネクロマンサーが刺さりやすい配置はこれですね。KK さんが攻めてくれたこの配置、ちょっと前にもね同じような動画を出してます。正直なところ言うとネクロマンサーが刺さりやすい配置は広い配置なんですね。こういう風に壁の敷居があんまない配置、こういうのはすごくいいです。ここ全部つながってますよね。ここもこういう風につながっていますよね。こっちもつながっていて、ほとんどねどこも壁で仕切られているところっていうのが一層入っちゃったら全然ないっていうような、ものすごいこうね広めの、エリアを持った配置っていうのにネクロマンサー刺さります。なんでねこういう風な配置に刺さるかっていうと、ネクロマンサーってスケルトンを出してスケルトンがどんどん前に前に進んで盾になってくれている間に、後ろからネクロマンサーが、どんどんまた遠距離攻撃をしていく。スケルトンがやられかけたら今度はそのスケルトンまたネクロマンサーが生み出して、どん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 前線にスケルトンをネクロマンサーがこういう風にねこうですよね、生み出して生み出して前に前に持っていって自分たちを守りながらスケルトンと一緒になって攻撃していく、まあ、こういう攻め方が、この編成の強みになってくるんですけども、一方で壁があったりするとネクロマンサーとスケルトンの距離が一気に近くなりますよね。おまけにスケルトンたちもギュッと一箇所に固まっちゃうわけですよ。そうするとウィザードの塔やマルチインフェルノタワーで一瞬でスケルトン全部やられちゃいます。やられた瞬間に今までスケルトン狙っていた防衛施設が全部ネクロマンサーをターゲット取っちゃってネクロがやられていく。でそうすると当然スケルトンの数も減っていって自利品になるので、最後は全部ネクロマンサーがやられきってしまって、全滅すると。これがね、ネクロマンサーを使ったやられパターンなんですけども、壁がなければどんどんねスケルトンが前に前に行きますよね。ネクロマンサーとの距離が空きます。そうすると相対的に、ネクロマンサーは、そのスケルトンが いるところを前線と考えたときに後ろにいるわけですからダメージ受けないですよね、こんな感じですよ。まさにスケルトンここにいっぱいこういますよね、いるけどネクロ本体ここじゃないですか。なんで絶対にこの状態だったらこのビストのダメージ、ごめんなさい、ビストのダメージはネクロにこう入んないですよね。スケルトンがどん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 こう、ウィストにアプローチしていってネクロマンサー本体無傷。まあちょっとこれ極端な例ですけども、こういう風にね距離を空けながらスケルトンでどんどん施設を壊していくっていうのが、まあ、ネクロマンサーの強みです。なんでスケルトンの足を止めちゃいけないんですよ。止めないような、攻め方をしなきゃいけなくて、でまさにそれができるのがこういう幅が広めの配置というところになるんですね。もう一回これ見てみましょうかね。細かめに見ていきたいというふうに思います。まずは、両サイド、ここライドラでカットしていきますね。こういうふうにで、ここ面でアイスゴーレムをまず投入してからネクロマンサーを投入すると、こういう順番になっていってますね。で壁に関しては今回ウォールブレイカー持ってきてませんのでウォールバスターのみで開けていきます。なんですけども、まずねアイスゴーレムをしっかり出してターゲットを集めて、後ろからスケルトンもたくさん出してる状態で、まあ、ウォールバスターをこう出していきますんで、ここに見ててほしいのはウォールバスターに全然ダメージ入んないんですね。ここみんな施設がアイスゴーレムとあとスケルトン狙ってますよね。でもアイスゴーレムがこう凍らせてくれてるおかげで、この氷の効果も相まって、まあ、ダメージ量も減っているので、見てください、ここ今シングルインフェルノに、ターゲット取られたところでトーム効いてますけども、体力満タンなんですよね。これウォールバスターがこんな状態です。でそこに後ろからネクロが一気にこうなだれ込んできて、でスケルトンもどんどん出しながら前へ前へ進んでいく。巨爆でやられてももうスケルトンが後ろに後ろにどんどんこう控えてますんで全然止まんないんですよね。これで中央を一気にネクロマンサーたちが突破して、でこっちね、ネクロマンサーってちょっと話飛びますけども、タワーで出しても結構ばらけるんですよ、こういう広い配置だから当然ね。でこのばらけるのが逆にいいんですよね。ばらけるおかげで一箇所に集中しないから面で押していけるということになるわけですね。
で今まさにこの6時方面はネクロマンサーとスケルトンかな、スケルトンとヒーローたちがこうね、スケルトンを盾にしながら結構ダメージを抑制しながらこう進んでいってますね。で、最後は、この6時3時方面かな、この辺の区画に向けて一気にねヒーローたちが攻め上がっていくという格好になります。まだね後ろにこうネクロが一体控えてるじゃないですか。控えてるネクロが出すスケルトンっていうのがこうねどん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 前に前にこう出ていってヒーローたちの盾になってるんですね。地味にやっぱねこれ効くんですよ。大砲なんかが一発ずつねこう、ダメージを与えられずにやられていってしまうわけですから、スケルトンばっかね攻撃していれば当然ヒーローにダメージ入んないんでね、ヒーローたちの延命につながって、こんな格好で、最後まで結構ヒーローたちの体力が残った状態で全開ということになるわけですね。非常に、なんていうのかな、広い配置とスケルトン相性がいいっていうのがね分かったと思います。で、実はねこのねキヨさん今回KK さんかごめんなさいね、こんな風にコウモリ6個持ってきてるんですけど、実はほとんどコウモリの仕事ってありませんでした。あのね出したんですよ、ここに出したけどほぼコウモリね仕事しないで全滅しちゃったんですね、ウィザードの塔に絡め取られて。でもそれだけ呪文を荒い言い方をすれば無駄になったと してもネクロマンサーで押していける。やっぱり押していけるのはこの相手の配置がネクロマンサーに弱かったからなんですね。広めのこういう壁の敷居が広い配置、そこを見極めた KK さんのナイス判断っていうのがね今回の全開につながったというふうに思いますね。で、もう一個ちょっとね見てもらいたい動画があります。これもネクボーなんですけども、ネクボーではない、これもネクロマンサーアタックなんですが、ちょっとね失敗してしまったねアタックがあって、それを見てもらえたらというふうに思っています。でそれがこれなんですけども、よいしょ、はい、ではね見てもらいたいのはこちらなんですけども、残念ながらねこれ星2で終わっちゃうんですね。でネクロマンサー6体いて、でそれなりにね壁の敷居も広いので、もうちょっとネクロがいたらなっていう気はしつつも、代わりにボーラーが入ってますんでね、ネクロとボーラーって本当に相性がよくって、すごくね相乗効果出やすいユニットですから、ネクロの少なさはそのボーラーでカバーすると理解してもらえばいいかなというふうに思います。で、なんで失敗しちゃったかっていうところがねやっぱり重要になってくるんですよね。そこに関して、このね、最後 3回目の動画っていうのかなわかんない、ごめんなさい。リプレイの種類としては2種類目なんですけども、このね、3回目のこのリプレイでは、注目してもらえたらと思います。ここまで非常にいいですよね。イーグル方向アーチャークイーンしっかり叩いてくれて、ユニットを出す前にイーグルを無効化します。で、そのまま相手の防衛軍も、クイヒーパートで、勝利をしていってからネクボーをですねこっから出していくんですね。こっからガッとギガテスラ方面に向けて当てていくんですけども、まずはこれペッカでターゲットを取って、後ろからネクロマンサー出していきますね。でジャンプの呪文をかけて、そこにウォールバスターを入れていきます、ウォールバスターはねこれ壁を開けるというよりは、ネクロマンサーたちのなんていうのかな、攻撃のサポート防御のサポートですね、あくまで縦役です。こうやってウォールバスターが先行してくれることによって、縦になってくれるね、わけですよ。で、ここでも破壊されたウォールバスターの中に入ってきたアイスゴーレムたちが、こうね、しっかりと、縦の仕事をここから先も続けてくれて、ネクロマンサーが延命するはずだったんですが、ここなんですね。さっきちょっと言いましたが、壁で捕まっちゃうと弱いですよって話をしました。もろに壁でスケルトンたちが捕まっちゃってますよね。ここにウィズ島の攻撃が一気に刺さってスケルトンが全部いなくなってしまって、ターゲットが完全にネクロマンサーに向いてます。でこのままネクロが全部やられてしまって、残念ながらこのアタックね惜しくも全開まで届かなかったんですね。万全の体制だったと思うんですよ。ウォールバスターをちゃんと盾役として、でさらにそのウォールバースが壊れないようにスケルトンが先に行くようにジャンプまでねここに打ってですよ、でジャンプを打ってスケルトンたちを先行させながらウォールバスターを後ろから入れていって、で縦にしてまた今度ねスケルトンが生成される時間を稼ぐっていうね、素晴らしいねこのね、りょうたろうさんのそのプランニングだったんですけども、
結果的にはここの壁が乗り越えられなくてやられちゃったっていうことですね。まあ、さっきも言ったようにここね、やっぱ壁をジャンプで越えたりして、さらにここのね区画を広げてしまう、まあ、広げてしまうっていうか、その壁のつかまりをなくしてしまえば多分全開いたと思うんですけども、1回でもこう壁につかまっちゃうと、もうネクロマンサーってね本体の体力はあんまないのであっさりやられちゃうんですね。なので、まあ、この動画の、まあ、3つ目のね、このアタックで、知ってもらいたかったのは、壁に捕まっちゃうと弱いですよ。まあ、逆に言えば、壁がないと、ネクロマンサーは強いですよ。そこのところでした。というところでね、本日のこのネクロマンサーの特集、壁とね、ネクロマンサーの相性っていうのが、まあ、皆さんの感覚的にこうね、少しでも掴めてもらえたら、まあ、本当嬉しいな、というふうに思います。ぜひね、この次、ホグライダーもやっていきたいと思いますので、また次の動画でも、ご視聴いただければ嬉しいです。はい、というところで、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。